どうも、はい、ちゅーです今回はカット編集なしの回である思いを伝える動画を撮らせてもらいます。その何の思いかっていうと明日から学校が始まる方も多いかと思うんですね。で夏休み明けた最初の日ですよね、えー、知ってる方もいるかもしれないですけど、えー、学生の方の自殺者が一番多い日と言われてる日です。だからそこに向けてというかそういった思いで苦しんでる方 学校行くくらいだったら死んじゃった方がいいかなって思ってる方が実際うちのチャンネルにはいるのでそういった悩み相談も来るからさだからそういった子向けにちょっと思いを話していきますはいだから全然ここまで聞いて興味のない方はあのブラウザーバックしてもらって構わないのでただちょっと聞いてみたいなって受け取ってみたいなって思う方はよかったら最後までお付き合いください ノーカットなんでねグダったらごめん <laughs> であの実は毎年ねこの時期にこういった動画を撮らせてもらってるのだから見たことある方もいるかもしれないしその方は <laughs> また同じこと言ってるって思うと思うんだよそうまた同じこと言いますだって思いが変わんないからずっと今さ死んじゃおっかなって死んじゃいたいなって思っている方がいるとしているとするでしょ でその子に伝えたい思い思は何かっていうとそれでもやっぱり生きててほしいって俺はね俺はみんなにあなたに生きててほしい辛いと思うけどさ俺も中学の時のいじめがきっかけで生きてる意味が分かんなくなってしばらく死んじゃいたいなって思ってた時間が長くて学生時代に。 生きててる価値なんて分かんなんんかいしさもう生きてるだけで自分が邪魔でしかないと思ってたもんで俺が死んだところでこの世界は何も変わらないし誰も悲しまないしむしろ誰か喜ぶんじゃねえかなと思ってだったら消えた方がマシじゃないって学校行っても辛いしさそうって思ってたんだけどだからそういった思いを抱いたことない方に比べれば死にたいっていう気持ちは分かる方だとは思うだから無責任に聞こえるかもしんないけど でもやっぱり生きてて欲しいそしてもっと願っていいんだったらいつかみんなとちょっと数年後とかになるかもしんないけどこの時期みんなの今のこの時期つらい時期を振り返って笑って思い出せたらいいなって思ってるあのここんな感じだったんですよってそう今みんなが迷い込んでるトンネル真っ暗なトンネルだよね出口が本当に見えない一生続くと思うんだよねこのしんどいトンネル でもね、それがいつか開けるんだよ。いつか出口が見つかって光があってちょっとそっちに走ってみてでそれがさハズレだったこともあるんだよねあ出口かと思ったら全然違くてさでもいつか出てで振り返った時にそうやって懐かしめるというかこの時期をっていう子が実は多くいのよ。 俺活動13年目だからさ初期の子とか悩み相談乗ってた子とか普通にもう成人してそうもうもママになってる子とかねパパになってる子もいるからさそうでたまにはええやんってこう話す機会があったりするんだけど実はこの前もあってそうでこの前話した子はお母さんがすごくちょっと攻撃的な方でさだいぶこう苦しんでたの家庭内の状況でねでもう死にたいっていう思いとかもすごく持ってる子だったんだけどでも大学院 終わり時期でも実は5年ぶりぐらいに話したのかなでもそうだけどこう就職決まったんですみたいなでこのあの頃の死でこんな感じだったよねっつって,ってそうそうなんですよって今でもしんどいことありそうだけどねあるけどでもこの学生時代のしんどかった時期をちょっと笑って思い出すことができてでそれって特別なことじゃなくて全然みんなにもありえることだからだから ここれを話ししたところでさ、みみんななのの今の苦しみは変わらないよ。学校の苦しみ家の苦しみって変わらないんだよなんでこいつら変わらないかっていうと登場人物がいるからなんだよね自分以外の自分だけだったらいいじゃん自分の努力でなんとかなる。でもどんなに努力をしたってさこの例えば嫌なことを言ってくるクラスメートだったりとか変なことを言ってくる親だったりとかがいる限りさこの人が変わらないと変わらないんだよだからずっと続きがすんだよね 本当はね本当はできることなら今,今すぐ何かの魔法とかドラえもんの道具みたいなところでみんなのその環境を変えられたらいいでもその力はないからこんなことを話すことしかできないんだけどでも生きててほしいって本当に思っちゃってんのごめんな、ね、受け取れるかわかんないけどこれ、ね、本当に信じれるかわかんないけどでも思ってんだそう思ってる俺も39年、ね、生きてきて39だから今生きてきてまあいろんなことあって今でもいろんなことあるさ しんどどくなるるここともこともも辛いあるけどでもあの時しんどかったのをまあ踏ん張ってよかったなとは思ってる生きててよかったなって思うもんだってみんなに会えたんだもん俺はそうだからそういうふうに思ってるっていうやつがいるってことを伝えたくてここまで喋らせてもらいましたで最後にねあのー、これは個人的なすごく意見なんだけど「明日から学校じゃん」で俺は学校っていうのは絶対行かなきゃいけない場所だとは思ってないの。 別に行かなくてもいいんだよ。行かないも選択肢だし、行くも選択肢だしたら、みんなが行ってるから行かなきゃいけない。そんなことないでしょ。学校、でもね、間違っちゃいけないのは、学校っていうのは別に行く価値がない場所って、そう言いたいんじゃない。学校でしか経験できないことは絶対にあるよ。それぐらい大切な経験値を得られる場所なの。でもその経験値が全国民、全学生に必要かって言ったら、そうじゃない。そうじゃないし。 いじめだったり人間関係で死にたいって毎日思って毎日毎日心に傷つけを傷をつけられながらそれでも経験しなきゃいけないことはまあそこまでじゃないよ。ないってだから行かないっていう選択肢もありだからねもちろんそれを言ったところでさ家族が理解してくんなかったらその選択肢取れないんだよね取れない取れないけどもしもしその学校に行かないっていう選択肢を取るんだったらそれでもいいんだって。いいでもしだよ その先生を取るんだったら一個だけアドバイスするんだったらそこで学校に行く時間だったり学校に行ってた分のエネルギーがいらなくなるじゃん時間とエネルギーが浮くよねそれを何に使うのかを決めてごらん探してごらんいや心が痛い時なそんなこと見られることなんて考えられないんだよ正直だからだいぶなんか辛いこと言ってんだけどでも行かなくなった時にやっぱりその多くの人が学校行ってるから多くの人が通ってる道じゃない道を通るって辛いんだよね比べちゃうから 自分なななんじゃないかなってでも打ち込むこととかこれをやるために時間使ってんだって自分を高めるためにスキルアップのためにこれをやってんだって自分でも勉強できる世界だからあの学校の勉強だけじゃなくて興味あること編集だったり美容だったりいろんなことを学べる時代だからそこに時間とエネルギーを使ってったら自分の今選んだ選択肢をポジティブに捉えられるようになるからだからそこまで考えてほしいでぜひそれで説得しに行こう親子さんを。 うん、なのでごめんなさい話しとれちゃったけどひとまず今回伝えたかったのはやっぱり生きててほしいって、うん、思っちゃってる思ってる人間が画面越しだけどみんなと画面でこれでねちょっと隔たりを感じるかもしんないけどでも思ってるからでいつか会って話したいって思ってる人間がいることを伝えたかったってことあとは学校っていうのは絶対行かなきゃいけない場所じゃないよってその部分が伝えたくて。 今回ね動画を撮ららせてもいいいましたはい、ととうことでちょっとなかなかかどうなんですかねちょっと、うん、どう受け取ってもらえたかわからないんですけど、うん、みんなの中で少し少しみんなの背中をねちょっとこう少しでも支えられてたら嬉しく思うしまた9月も変わらずに毎週月曜日に動画撮っていくのでねまあ勉強の話だったりみんなを励ます話だったりいろんな話をしていくので。 よかったら毎週月曜日に会いに来てくれると嬉しいです。俺はいつでもここにいるから、みんなのことを思ってここにいるから。はい、ぜひ、今月も一緒に頑張ろう。ね。はい、ということで、今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、9月ね、しんどいぞ。<laughs> しんどいけども、でも、あのー、自分で決めたこと、 量は少なくてもいいいんだから少ない目標でもいいから決めたことを1個ずつやって自分偉いってちゃんと毎日自分に言ってあげてそうやって過ごしてもらえたらと思います俺もそうやって過ごしていくからねよしじゃあ今月も1か月お互い頑張りましょうそれじゃあまたねバ,バイバイお会いしてるよいやこっちらごめん